供たちも少し少々元気がない時もあります。夏場は気温も高くなり湿度も高くなります。子供たちの能力を見極めて楽しいねが一番です。手形を一緒に書いてみたり、パステルカラーが好きな女の子は繊細でとてもナイーブな子です。赤や青などの暖色系の色を好む子は活発で明るくってとっても伸びやかな心を持っていると先生は思っております。子どもたちの楽しめるピアノレッスン、無理をさせないで安全に子どもたちの能力をきちんと認めてあげることも大切だと思っております。今日もいろんな曲をお届けいたします。転調したり、パンダ、ウサギ、コアラ、ピョンピョンピョン、ピョンピョンピョン、ウサギとカメ、どっちがかけっこ早くついたかな？ウサギさんが一眠りしている間に、カメさんがドッ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 ドと追い抜いていったとさ、個人の能力や長所をちゃんと見てあげましょう。良いところは褒めて、共感して伸ばす。誰でも自分のことをきちんと覚えていてもらうと嬉しくなりますよね。
先生も可愛い子どもたちがレッスンに楽しく通ってきてくれる。これはとっても嬉しいと思っております。決して無理をしないで、できることをやってみてね。可愛い絵を描いてくれますが、絵心を持っていろんな曲のイメージを持って弾くのがピアノが楽しくなるコツだと思っております。ピンクや水色、パステルカラーが好きな子は繊細で本当にナイブ。明るい赤、青などの色を好む子はとっても元気で活発です。音楽は楽しいな。リズム、カスタネットやタンバリン、マラカス、ピアノとエレクトーン、いろんな楽器とコラボレーションしてアンサンブルができるととっても楽しくなります。まだ左手が難しいわ、左手変音記号が難しいわとお悩みの方も、右手だけメロディーを歌いながら弾いてみてください。先生がきっちり伴奏をサポートします。ドクフも初見もネバネバネバルタ、ご当地クイズになぞなぞダジャリ、子どもたちのためになるお話もしております。カラスやトンビ、本当は狡猾で、なんと獲物を狙っておりますが、カラスよけやイノシシよけ、なんとカラスやトンビはずる賢いんです。狡猾で、なんかおいしいもんないかな、なんかないかなと、いつも周りをキョロキョロしております。蝶々が飛んでいたら、猫たちも蝶々、あらかわいい蝶々が飛んでいるわ、捕まえてやるかななどと狙っております。ピアノ演奏楽しさから引き出し、オーストラリアの人はメルボル、チェコスロバキアの人はプラハ、オーストリアの人はウィン、デンマークの人はコペンハーゲン、人魚でおなじみでございます。アメリカの人はワシントン、ナト、なんととっても役に立つ社会科のお勉強もできるでござんす。それでは